おはようございます。今日の目覚まし朝礼は多目が担当します。最終回は現在運営しているロボットプログラミングについてお話していきます。いつも通り細かいな爽快なと気軽に突っ込んでもらえると嬉しいです。小中学生向けのロボットプログラミング教室を始めたのは2015年です。ネットショップで取引をしている教材メーカーの担当者からロボットプログラミングをしてくれる人おれへんかなという話を聞いて、はいと二つ返事で始めることにしました。平日はネットショップで、土曜日を教室にあてがう形で体験受講者を募集しました。当時の募集方法は、小学校前でのチラシ配布、ポスティング、地域の情報誌、新聞広告、ホームページ、Facebook など。その中でほとんどの体験者が学校前でのチラシ配布、直接子どもたちの手に配布する方法は効果抜群で、受講生32名からのスタートになりました。6年が過ぎた今はカリキュラムも増えて、園児から高校生まで対象になっており、STEAM 教育や言語を使ったプログラミングも始めています。募集はこの2年で直接のチラシ配布は減って、在校生からの紹介、ホームページやSNS などのネットが中心となり、2つの教室で在籍140名になります。皆さんもご存知のように、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化となり、プログラミング関連の教室も増えてきました。ほとんどは実際の言語を使ったプログラミングではなく、命令が組み込まれたビジュアルプログラミングになります。ロボットプログラミング教室のフランチャイズはいくつか種類があって、私の教室はこのアーテックロボです。小中学校のロボットプログラミング教材でも使われているので、ご存知の方もいるかもしれません。画面上のキャラクターを動かすゲームのプログラミングとは異なって、ロボットプログラミングはセンサーを使って組み立てたロボットを動かすことに意味があります。画面上でのプログラミングの場合、キャラクターはプログラム通りに何度でも、どのパソコンでも同じ動きになりますが、ロボットプログラミングの場合は、同じプログラムでも組み立て方によって異なった動きになったり、動かす場所によって違った動きになります。ロボットが大きくなればなるほど、個体差が生まれ、環境に左右される要素が増えるため、細かな修正が必要になるということです。以上のことから、ロボットは何かを深く学ぶための習慣を身につけるツールになると思っています。ミッション課題に対してロボットを作り、実際の動きを観察して、修正し、動かすことを繰り返し、ミッションクリアを目指すという作業の中で、主体的に考える力、想像する力、表現力、観察する力、幅広くより豊かに学べるようになると考えています。ここで今日のお題です。もしあなたが教室を始めるなら何をしますか？またはあなたが通ってでも学びたいものは何ですか？去年より朝がメンバーの皆さんのサポートで始めた教室での世の中で実感したことを共有します。何かを学び、自分の方法で表現することは誰かの学びにつながるということです。一人や同級生との学びではなく、異年齢で多くの人と学び、表現し合うことで、さらなる学びにつながるということです。私の場合、ゴルフやダイブ、ロボットプログラミングに共通することは、道具を使って何かを表現するというところです。道具を使わず、自分の体や声で表現するということも誰かに影響を与えると思います。
今回は学びを広げたいもの、学びを得たいものについてのコメントをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。君ならできる。